ビル・イーデーはアメリカ合衆国の元プロレスラー。ペンシルベニア州、ブラウンズビル出身。現役選手時代は、ボロモンゴル、マスクド・スーパースター、デモリッション・アックスなどのリングネームで活躍した。ウェストバージニア州立大学卒業後にハイスクールの教員をしていたが、友人とプロレス観戦に行った際に、ジートモンゴルからスカウトされ、1972年12月15日。 ジートがプロモートしていたペンシルベニア州ピッツバーグの工業においてビル・イーディ名義でデビュー。当初は教員を続けながら時折リングに上がるという状態だったが、1973年よりプロレスに専念するようになり、ジートのパートナーとしてモンゴル人ギミックのボロモンゴルを名乗り、タックチームザ・モンゴルズで活躍。このキャラクターで1974年4月に、 新日本プロレスへ初来日している。1976年7月には新日本版アジアヘビー級王座及びアジアタッグ王座の王座決定リーグ戦にもボロモンゴルとして出場した。その後、ジムクロケットジュニアの主催するノースカロライナの NWA ミッドアトランティック地区で覆面レスラーの流星仮面マスクドスーパースターに変身。グレート・マレンコをマネージャーにつけて、 頭角を表す。1977年3月には、新日本プロレスの第4回ワールドリーグ戦に来日。公式戦では、坂口誠二から勝利を収め、アントニオ猪木とジョニー・パワーズの辞退もあり、全勝でトップ通過する活躍を見せたが、優勝戦では坂口に敗れた。なお、同リーグ戦には、ジートの初代パートナーだった。 ベッポモンゴルことニコリボルコフも参加しており、両者は公式戦で対戦している。大型外国人対決としても注目されたが、当時はすでに ED の方が格上であり、フォール勝ちを収めている。以降も新日本プロレスの常連外国人選手となり、1978年3月の来日時は、マネージャーのマレンコを帯同し、3月30日に、クラマイ国技館で初期の NWA 1979年9月6日には、福岡スポーツセンターにて、坂口の北米ヘビー級王座にも挑んだ。1981年8月6日、倉前国技館でのチョキとの、賞金3万ドル覆面ハギマッチに敗れて、覆面を剥がされたため、同年10月には、素顔で、ビリー・クラッシャーと名乗って来日していたが、ほとぼりが冷めると、マスクドスーパースターに戻った。 1982年9月21日には大阪府立単位区間にて藤波達美が獲得した WWF インターナショナルヘビー級王座の初防衛戦の挑戦者を務めた IWGP リーグ戦には1985年から1986年まで2年連続で参加年末のタッグリーグ戦でもリック・マードックとのコンビで上位に食い込む活躍を 残している。また、1985年8月には、スーパーマシーンとして、マシーン軍団に加入、アンドレザ・ジャイアントのジャイアントマシーンとコンビを結成した。スーパーマシーンは覆面レスラー史上にも稀な、正体も覆面レスラーの覆面レスラーということになる。マスクド・スーパースターに変身後のアメリカマットでは、トップクラスのヒールとして、 主に NWA の南部テリトリーを中心に活躍。ミッドアトランティックでは、マイティ、イゴール、和風マクダニエル、ブラックジャックマリガンと交想を繰り広げ、1980年4月には、トーナメント決勝でマリガンを破り、空位となっていた TBO 王座を獲得。ビッグ、ジョン・スタッドを、マスクド・スーパースター2号に変身させ、マリガンアンドレザ・ジャイアントとの大型タッグ。 対決も行われた。同年下期からは一時的にベビーフェイスに転向し、リッキー・スティム・ボートともタッグを組んだこともある。フェイスターン中は、ポール・ジョーンズをパートナーに、レイ・スティーブンスジミー・スヌーカ、スティーブンスイワン・コロフ、ミネソタ・レッキング・クルーのジン・アンダーソンオレイ・アンダーソンなどのチームとミッド・アトランティック版の NWA 世界タッグ王座を争った。では、 1980年にテネシー州メンフィスのクアに出場。4月28日のミッドサウスコロシアムでのメインイベントでは、全王者ゼリーローラーの返上で空位となっていたクア世界ヘビー級王座をビル・ロビンソンと争った。1981年にはフリッツ・フォン・エリックが主催するテキサス州ダラスの WCCW にて、ケンパテラを破りへの WA。 アメリカンヘビー級王座を獲得したとされている。近年のホームタウンでもあるジョージアの GCW では1970年代末から1980年代初頭にかけてトミー・リッチとのイコンマッチやミスター・レスリング2号との覆面レスラー同士の構想を展開したほか、スタン・ハンセンとも何度となく対戦している。ハンセンとはタッグを組んだこともあるが、日本において両者の対戦や、 タッグチームが実現することはなかった。1981年8月15日には、スティーブ・オルソのスキーを破り、前年10月に新設された、NWA ナショナルヘビー級王座を獲得。翌月の9月12日にはリッチから NWA、ジョージアヘビー級王座を奪取して、ナショナル王座と統一させている。体幹中の同月22日には、 ディックフレアの NWA 世界ヘビー級王座に挑戦。翌1982年もリッチやポール・オー・オンド・フを相手にナショナル王座を争い GCW のフラッグシップタイトルとなった同王座を通算3回獲得した。1983年下期、グランウィザードをマネージャーに迎えて WWF に登場。ニューヨークのマディソンスクエア 翌1984年より、ビンスマクマ・ホンジュニアの体制下でスタートした全米振興にも、スタッド、オーオンドフ、ロディ・バイパーらと共にヒールの主力メンバーとして参加し、同年2月10日には NWA の本拠地であったセントルイスのキールオーディトリアムにて、新 WWF ジャハルク・ホーガンの初、防衛戦の相手を務めた。 WWF 離脱後は一時ジョージアに戻り、キングコングバンディと組んで1984年5月6日に、ロードウォリアーズから NWA ナショナルタック王座を奪取。同年下期には、スチュハートの運営するカナダカルガリー地区のスタンピードレスリングにおいて、ニックボック・ウィンクルを破ったとして、同地区で新設された、いわ世界ヘビー級王座のチャンピオンに認定されている。 その後はアワに進出し、ミスター・斎藤の用心棒的なヒールとなって、WWF でも因縁のあったサージェント・スローターやジェリーブ・ブラックウェールと構想した。1986年の上木は、ビル・ワットの主催する中南部のムズウィに出場、新日本プロレスでのパートナーだったマードックと組テッド・デビアス、スティーブ・ウィリアムス、ジム・ドゥガンラと対戦した。同年は、 フロリダ地区にも参戦し、7月22日に、レックスルガーから NWA 南部ヘビー級王座を奪取している。以降は、親友でもある、ディノブラボーの招きにより、カナダのモントリオール地区で活動した。マスクドスーパースター名義としては1976年から約10年間にわたって活躍した。覆面レスラーのギミックは短命に終わる場合の多い、ベイマット界においては、 異例のキャラクター寿命を誇り、日本マットに定着した、ザ・デストロイヤーを除くと、ミスター・レスリング1号 &2 号、ザ・スポイラーなどと並ぶ、アメリカのマスクマンの代表格だった。1986年の後半からは前述の、マシーン軍団の一員、スーパーマシーンとして、WWF と再契約。NWA 時代のライバルでもあった、マリガンビックマシーンも加わり、日本からやってきた。 ベビーフェイスのマスクマン軍団として売り出される。1987年からは再びヒールターンし、覆面を脱ぎ顔面にペイントを施すなど大胆なギミックチェンジを行い、デモリッションアックスを名乗って大型タッグチーム、デモリッションを結成。初期はジョニー・バリアンと後にミスター・フジをマネージャーに迎え、相棒のデモリッションスマッシュコと、バリーダーソーと共に、 WWF 世界タッグ王座を再三獲得した。1990年4月13日に東京ドームで行われた日米レスリングサミットではジャイアントババアンドアンドレイの大巨人コンビと対戦している。1990年下期より体調不良のため試合出場を控えるようになりデモリッションにはクラッシュが新しく加入。アックスはスマッシュとクラッシュをコントロールする。 プレイングマネージャーとなり、同時期に、WWF に移籍してきた、リージョン・オブ・ドゥームと構想を繰り広げた。2006年 WWF を離れてからも、デモリッション時代と同じコスチュームとリングネームで、活動し、マスクド・スーパースター時代の主戦場だった、新日本プロレスにもたびたび参戦したが、キャラクターの使用権をめぐって、マクマホンジュニアとの間で圧力が生じ、その後は、 WWE とは絶縁状態である。引退後は、ジョージア州の青少年構成施設でカウンセラーとして勤務する傍ら、各地のインディー団体にレジェンドとして単発的に出場しており、2007年にはダーソーとのコンビも復活させている。2008年2月29日、ペンシルベニア州フィラデルフィアの力で行われた6人、タッグマッチのトーナメントにはダーソー ワンマンギャングとチーム WWF を結成して出場した。2009年7月、久々の来日が実現。7月4日に新キバハーストリングにて、流星仮面フィエスタと題された、記念大会が覆面マニアの公園で開催され、7月5日には、新日本プロレスの後楽園、ホール大会に登場して、挨拶を行った。 2011年7月には少年犯罪者構成に向けてのチャリティー活動の一環として東京と大阪での引退ツアーが開催された大阪プロレスの主催による7月15日の流星仮面大阪ファイナルでは6人タッグマッチで藤波達治と対戦7月17日に新規バファーストリングで行われた流星仮面フィエスタファイナルではメインイベントの引退試合に 初代タイガーマスクットのタッグチームで出場、藤原義明ブラックタイガー V から勝利を収めた。その後は2012年3月31日、フロリダ州マイアミビーチで行われた、プロレスリングスーパースターズ主催のトリビュート2チャンピオンシップレスリングフロムフロリダに出場、メインイベントの8人、タッグチームエリミネーションマッチにおいて、ロンバスや、 ラリーズ・ウィスコラと組マイク・グラハム、ブライアン・ブレアー、カルロス・コロン、ラニー・ポッフ・ホグミと対戦した。ボロモンゴル・マスクド・スーパースター・デモリッション、アックス・ボロモンゴル・マスクド・スーパースター・スーパー・マシーン、デモリッション・アックス・マスクド・スーパースター時代に、新日本プロレスにて、ザ・フライ以前に使用。マスクド・スーパースター時代に、新日本プロレスにて使用。デモリッション・アックス時代に、 wwf にて使用。ありがとうございます。